おはみー、ミキでーす。本日の動画はじゃじゃじゃーん。おそらくこの動画を見ている皆さんご存知のパイオニアさん、そしてパイオニアさんのねナビでおなじみのカロッツェリア、長年培ってきた技術が最大限に発揮されためちゃめちゃ便利なカーナビアプリがあるということで、今回紹介させていただきます。イエーイ。ということで今回はドライブ動画となっております。今回のドライブのお供はエステトちゃんでドライブしていきたいと思います。それでは行ってみよう。ゴー。今回のドライブのお供がオープニングでお話しさせてもらいましたエステトちゃんとパイオニアさんが本気を出してカーナビアプリを作りました。その名もこっち。皆さんカーナビアプリ覚えやすくするためにね、覚えやすいワードをミキが考えました。あっち、そっち、こっち。エステトちゃんとこっちと共に今日はドライブしていきたいと思います。でこっちはすごくって、パイオニアさんといえばカロッツェリア、純正ナビでもねカロッツェリアってまあね、皆さん本当にもう今動画見てる方はほとんどの方がお分かりかと思いますが、そのカロッツェリアの世界観をなんとカーナビアプリで体験できちゃいます。すごすぎる。車に特化したカーナビアプリとなっております。で早速ねアプリ起動させていきます。無料でダウンロードできて、こっち。まず起動していきました。じゃじゃーん。なんかさ、画面が、本当に純正ナビのこの地図みたいな感じで、とっても馴染み深いなと、ウィキさんは思います。このメニューって押したら、駐車場を探すとか、ガソスタ探すとか、なんとね、トイレ施設を渋滞とか、そういうので、あ、やばい、トイレ行きたくなったっていう時にね、トイレ施設探すっていうのもできちゃいます。で、なんとなんと、並走道路に切り替え。例えば、高速道路の下を通りようのに、高速道路を走りようことになっとうみたいなことってよくあるんよね。ウィキはよく走りよったら。そういう時に、並走道路切り替えってしたらね、下道にこう切り替えてくれるっていうね、そういう便利なアプリ。早速、今日のドライブの目的地。まずは、今日はなんとウィキ、お使いを頼まれております。これはね、リアルな話なんよ。ウィキちゃん、タイヤワックス買ってきてって言われて、オートバックス行こうかな。まあもちろん、カーナビアプリなんで、ここの虫眼鏡でね、こうやってスーパーオートバックスって調べることもできるんやけど、こっちのね紹介動画は他にも今動画がすでに上がっとるやつもあるんやけど、他の動画でまだ紹介されてないのがあってさ、もうググるんよ。ググってネットで調べてこっちで共有もできちゃいまーす。で虫眼鏡のところで検索して、ちょっとウィキは今日はお使いを頼まれてるんでスーパーオートバックス行きたいと思います。おお、目的地にするってしたらね、こうして現在地で立ち寄り地を追加とかね、こうそういうのもできちゃいます。で調べてルート検索、おお、え、早いとか安いとか、あとは道が広いっていうのね、早い安い広い、こういうね選択肢もあっちゃいます。じゃあ早速ドライブしていこうかな。目的地まで4キロ、所要時間は約20分です。なんかすごい見慣れた画面なんやけど、ドライブに出かけたいと思います。この先の信号を左手前です。信号まで言ってくれる、わかりやすいんやけど。次の信号を左手前です。この信号を左手前です。その後右寄りの車線がおすすめです。え、おすすめです、結構車線が多い時とかにすごい助かるよね、そう言ってくれたらね。10分程度道なりです。すごーい、10分程度道なりですって、安心すぎるんやけど。中央車線を進んでください。すごい丁寧なんやけど、しかもこの画面、この色使いがなんか見慣れた色使いというか、しかもさ画面上に3号線のさ3とか
お店の名前とかもさこう出とったり、この信号とかさイラスト付きでこう案内してくれるっていうのがめっちゃいいわ。でオートバックス行ったらタイヤワックス以外のやつも買ってしまいそう。あれもこれもあっちもこっちも。SAB 到着しました。不安な気持ちになることが1ミリもなく、お使い場所のスーパーオートバックスに行きました。じゃあタイヤワックス油性買ってきます。立ち寄り地追加ってしたらここで追加でできるんやけど、これで出発しちゃいます。ルート検索、さっきみたいにルート検索するとこんな感じで、早いのと高速とかでね、例えば九州道とあと北九都市港2つ使うのか北九都市港1つ使うのかって場所によってはあると思うし、それで安いのとか、あとは道が広いやつの早い順に並んでます。なんか発話頻度っていうのがあって3段階あるよね。さっきねナビセットした時さ、ドライブ中めっちゃ喋りよったやん。うわめっちゃこのナビ喋るやんみたいな、もうちょっと静かにしてほしいなっていう時はこのね3から2とか1とかね選べちゃいます。ちょっと2にしてからあるあるして目指してみる。途中で不安になったら3とか、やっぱ喋りすぎやわって思ったら1に変えたりね、ちょっとドライブもう一つの目的地楽しんでいきたいと思います。目的地まで5キロ、所要時間は約15分です。じゃあ行きます。楽しい時間をありがとうスーパーオートバックス。走った後が点々がつくけんさ、純正ナビでもつくやん。それね、なんか結構初めての道とか、あれ今さっきどこ走ってきたっけみたいな時にこのね点々めっちゃ役立つんよね。点々めがけてね戻っていけばいいし、いいね。もう本当にさ純正のこの今までここで見よった画面がアプリで体感できちゃう、すごすぎ。カーナビアプリをさどれにしよっかなって悩んどる人は、アプリどれにしよっかなって悩んで入れたやつに慣れようとしなくていい。これやね今日の思ったポイントは。いいわ。パイオニアさん、ウィキのリクエストですが、できたら音声とかでも検索できる機能があったら嬉しいな。次の信号を左です。枝道で入り口です。左車線を進んでください。この信号を左です。最後に高速に乗って終わりたいと思います。800m 先、東田料金所です。まもなく九州道八幡インター福岡馬場山方面右方向です。右車線を進んでください。この先合流があります。ご注意ください。それでは今回の動画いかがだったでしょうか。17クラウンエステートちゃんと、そしてパイオニアさんが本気を出してカーナビアプリを作りました。その名もこっちとともにドライブを楽しんだ動画となりました。イエーイ。ドライブ楽しむだけじゃなくて、ともに安心感を与えてくれるとっても便利なカーナビアプリでした。ウィキが一番便利と感じ取った広い、早い、安い、こちらの機能はですね有料版で楽しめる機能でして、無料版と有料版あって、ウィキが本当に便利やなって感じた通り、有料版は格段と便利な機能が増えちゃいますので、しかも1ヶ月間有料版が無料でございます。ということで、ぜひ皆さんも試してみてくださいね。ドライブ中に紹介できてなかったポイントを他に追加でお話しすると、車内 Wi-Fi、 Apple CarPlay、 そして Android Auto つなぐこともできちゃいますし、 Wiki みたいに年式の古い
車に乗っている皆様、ウィキチャンネルの視聴者様の皆様は、まあ、ほとんどの割合がね、年式が古めのお車に乗っている方が多いとは思いますが、最新の交通情報で安心してドライブできるし、労働ちゃんはウィキ方向音痴やけど車の景観を気にしてあえて花火つけてないとか、今回17クラウンエステートちゃんでドライブしたんやけど時がね止まっておりまして、カーナビの情報が更新できていないこの年式のお車に乗っている方でも、今回ウィキが動画でお届けした通り、そんなもんこっちを利用してしまえば解決です。ということで皆さんぜひお試しください。それではこの動画がいいなって思ったらグッドボタンと、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ぜひ概要欄もチェックよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。おつびきでした。またね、バイバーイ。